い、皆さんこんにちは、西岡一人です。今回はですね、今イタリアはサルディーナ島のカグリアリというですね町にいるんですが、今週はチャレンジャーの175というグレードの大会に出場しております。前の週がマドリードのマスターズで、この翌週がですねローマのマスターズがあるんですけども、マスターズツアーが2週間の大会に変わったタイミングで、マスターズで1回戦2回戦で負けた選手が出る大会がないということで、この175というですね大会が昨年か2年前から設立されております。175は文字通り優勝したら175点というところで、 ATP ツアーの一番下が250なので、250点取れる次の大会と考えるとかなりポイント数がですね高い大会になっていて、昨年の優勝者が確かウーゴー・アンベールだったと思うんですが、彼は多分2大会ぐらい175を優勝して、それだけでもかなり大きな点数になってくるので、そうやってランキングを伸ばしていった選手もいるので、かなりトップ選手に対してもですね大きな大会になってくるんじゃないかなというふうに思います。第1シードフランシス・ティアフォー選手、第2シードがイタリアからムセッティ選手、第4シードがナボーネ選手かな、最近出てきたアルゼンチンの若い選手ですね、第4シードがクリストファー・ユーバンクス選手ということで、比較的シード勢もですねトップは20位台から一番下のシードが60位と、まあ、チャレンジャーにしてはかなりレベルの高い大会となっております。ただですね、こういった大会みんなマスターズ早く負けた時のことを考えてエントリーをしているんですが、1回戦勝ったとかちょっと疲れてしまったとか、いろんな理由でですね辞める選手がかなり多いです。ということで本戦もですねオルタネートに入った選手が7名ですね本戦入りということで、予選もですね、まあ、ダブルス選手が入ったりと急遽辞める選手がいるということで、ドロー数もですねもともと強いランキングから、まあ、少し落ちていくという流れは多々昨年から起きているかなというふうに思います。今回大会ではですね前週同様予選から望月慎太郎、そして本戦にダニエル太郎選手、そして僕が本戦から出場となっております。太郎くんの1回戦がアルゼンチンのウーゴ選手ですね。僕はちょっとこの選手全く情報がないので正直全く分かりません。なので何とも解説がしがたい選手かなというふうに思います。僕の1回戦の相手がですねペルーのバリアス選手ということで、僕多分過去対戦はしたことないんですが、イメージクレーコートが本当に得意な選手で、いいファーストサーブとバックハンドがかなり綺麗なイメージですね。フラット系の高い打点からしっかりと打ち下ろしていけるようなバックハンドを持っていて、バックのダウンザラインの精度がかなり高いような、印象を持っています。フォアハンドはやはりクレークォーター的な下がってスピンをかけるという流れなんですが、身長も高い分結構中にも入ってくる選手でもあるので、まあ、比較的クレークォートの選手としてはやはりしっかりとプレーしてくる選手なのかなというふうに思っています。前年度の全仏オープンで4回戦かなまで行っていて、やはりクレークォートで成績を残してランキングを上げている選手ですね。多分2桁にも一時入ってましたけども今100位をちょっと切っているというランキングかなというふうに思います。僕としても比較的そこまでやりにくいような選手にはならないとは思うので、まあ前週ねかなり良かったテニスだったんですけども、どうしてもなかなか勝ちまでつなげられなかったっていう点で、そこをしっかりと調整しながら引き続きいいテニスができれば勝てるチャンスは結構高いかなというふうに思っております。他にもですねレベルも高く面白い1回戦としては、少し年齢が上がりますけどもコニーニ選手とコリア選手の一戦はですね、まあ、1回戦からはかなりチャレンジャーとしては見応えのある1試合になるんじゃないかなというふうに思います。イタリアの中でもフォニーニ選手、まあもう年齢も上がってきてますけども、やはりまあ人気はあるということで、オルタネートから本戦入りしてますけども、やっぱりクレーコートでもしっかりと実績持ってますし、コリア選手今年度しっかりとクレーコートで点を稼いで、アルゼンチンのシーズン2週間でしっかりと点を稼いでランキングを上げてきているので、まあ、クレーコート同士の戦いっていうところはかなりチャレンジャーとしては見応えのあるんじゃないかなというふうに思っております。そしてもう一個1回戦面白いのがミケルセン選手とソネゴ選手のこの1回戦もですねかなりレベルの高い試合になるかなというふうに思っていて、今週はですねボールがかなり飛ばないボールになっています。っていうのもですね前週と同じ ATP ダンロップなんですが、多分ですね ATP ダンロップの中でも多分違うクオリティのボールを使われているような印象を受けていて、まあ他の選手もですね全員球を飛ばないと、なんかちょっと先週とマドリードと違うんじゃないかみたいなイメージがあってですね、全員が飛ばないという認識を持って今テニスをしていると聞いています。僕も自身もそうやって感じてますし、まあ、それが果たしてボールだったのか、マドリードはちょっとコーチだったので本当にただコーチだけの問題なのか、ちょっとそこはまだ僕もわからないんですけども、感覚としてはですね結構ボールがペコペコしているようなイメージです。なので先週のガットから僕がですね、だいたい4ポンドぐらいガットのテンションを落としていて、慎太郎選手がですねだいたい5ポンドから6ポンドぐらいテンションを落としたということで、やはりまあ飛ばないということは間違いないかなというふうに思っています。なのでテニスとしてはですね結構ボールを打てるような選手は強いんじゃないかなというふうに思うので、こういったミケルセン選手とマソレゴ選手みたいにハードヒッターのテニスっていうのは結構逆にこういったボールには相性がいいんじゃないかなというふうに思っております。
はい、ということでですね、今週もレベルの高いチャレンジャーということで、まだ今年クレーコートで勝ってないというところもあるので、まあ、しっかりとここで自信をつけてですね、次のローマに向けて頑張っていけるようにいい流れを作っていきたいなというふうに思っております。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。今週もぜひ日本人の、応援の方よろしくお願いいたします。よかったと思う方、頑張れと思う方、ぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタンお願いいたします。それではバイバイ。一時チャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そしてズームを通じて試合後の、感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今、やっております。どん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 追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。